さあそして今隊列は今最終コーナーにかかってくる。隊列は最終コーナーからメインストレート戻ってまいります。シグナルレッド点灯中、今消えてレーススタート。さあここはポールの大倉が非常にいいスタートを切っていった。そしてその外側あたりでしょう、リン側から長澤が小原をかわして2番手上がっていく。小原3番手、そしてその後方から松崎あたりでしょうかね、4コーナーをクリアして、このあたりはかなり接近していく SG を、4コーナーをクリアしてまいりました。そして1コーナーあたりでこれ遅れているのは、2号車と10号車とあと49号車ですね。これはあの後方ですね、ちょっとこう噛んだっていうような感じになるんでしょうかね。さあそして今最終コーナー立ち上がって非常にいいスタートを決めていったんで、これはもう後方ちょっと引き離しにかかるというところでしょうか。さあ小原、そして松崎、塩浜5番手、6番手に34号車の、これは陣聖也ですね、陣聖也。そしてその後ろは7番手加藤、8番手に杉山、9番手角田、江田島というところになります。おっとここは4コーナーあたりもだいぶね、なんかもう団子で行くんで、マシンを止めてるところがね4台5台ぐらいでしょうか。さあそして今24号車もね、なんとかこうマシンを動かそうというところ、10番手スタートの杉山ですねこれね。そして6、これは34号車の、これ左側のね、あのサイドボックスがちょっとこう変形してるんですね。そして3号車もマシンを止めています。さあその脇を今トップ14号車の小倉がクリアしてまいりました。このトップ3はもうかなりあの間隔が広がっていて、小倉、そして2番手に小原、そして3番手の松崎、そして長澤が大きく順位を落としてるんですね、これね。ちょっともったいなかったですね、これね、長澤ね。さあ、その間にトップは今4周目に入っていく小倉、小原、そして松崎3番手、4番手角田、そして加藤も順位を上げてまいりましたね、5番手まで、8番手スタートだった加藤です。そして山本、菅原春樹は7番手、8番手に寺島、この辺り2台ずつ上げている状況なんですよね。そして9番手に19号車の、江川ですね、江川ちょっと順位を落としています。大滝10番手、そして11番手に徳増、12番手小川、塩浜は13番手というところになります。まあやはりね、この辺りだとこう若いドライバーたちがね、こう速さを作ってきているところだったので、なんていうんでしょう、こう4コーナーとかかなりこうレートブレーキングでよりギザーって感じになっちゃってるんじゃないかなって感じですよね。そして今昨日ちょっとね、2番手走行している小原と話をしたんですけども、まあ、まだもうちょっとね、意見とかあるんですって言うんですけど、割と言い訳とかするドライバーなんですけどね、速さはあるはずなんですけど、こんなこと言ってる場合じゃないだろうって、はい、って言ってましたけどね。現在トップは小倉が非常にいいペースで、この周も43秒5、それを小原が2番手小原は43秒4で追いかけるというところになります。松崎43秒8、ちょっとペースが上がりません。4番手の角田は43秒7でね、加藤がちょっとペース上がらないのは44秒0なんですよね。この辺りちょっとこう接近しているところになるので、まあ、今3番手までは4番手までは単独というような状況ですね。小倉、小原、松崎、そして角田というところの4番手、そしてその5番手以降が接近している加藤、そして菅原で、その後ろはこれは19号車の江川ですね。まあこれね、17番手あたりまでというところになると、今17番手に押し田、そして2号車のこれはイエイですね、イエイイエイフェイ、そして、佐々木、青野、大滝、塩浜、小川って今ちょっと上がっていったんですけどね、こういう感じになるんですよね。
石山は今石山18番手ですね。ここも石山このコースよく知ってるんですけどね、ちょっとこううまくまとめきれていないというそういうところになるんでしょうか。レースの方は今7周目に入りました。さあ7周終了、8周目に入ってまいりました。コース上です。さあそして寺島がマシンを止めた。寺島はなんかこれマシこれあれですね、チェーン外れたって情報が入りました。いや確か寺島ね6番手7番手あたりまで来てはいたんですが、マシンを止めます。さあコース上は今 B 組、9周目に入って残り1周を切りましたが、さあ今ファイナルラップに入っていきました。小倉そして小原2番手、3番手に松崎、いやこのボーダー17番手あたりっていうのがねどうでしょうね。今ね8番手までコントロールラインを通過していく塩浜徳増、そして小川大滝、佐々木13番手、14番手青野、そして間もなく15番手で2号車の中国招待選手のヤ・イェイ・フェイが行って、そして16番手、押田石山17番手、なんとか17番手に踏みとどまって長澤良樹18番手というところになります。さあそして今トップの小倉は悠々とと言っていいでしょうね。今最終コーナー立ち上がってトップでチェッカーを受けます。予選トップでチェッカー、この週しかもベストラップ、オーバーラーも今ベストラップ43秒292を出してきたんですが、2番手でチェッカー松崎、3番手